線ン線センチュは、線虫類の寄生虫であり、その生活史も未だ不明なところが多い。線ン線センチュは、タイプ I13 まで分類され、タイプ X が問題となる。線ン線センチュのタイプ10は、ホタルイカの消化管の他ハタハタ、たら、スルメイカなどの内臓に寄生する。息と虫体は透明で白く、0.8から2ミリメートル未満、程度の虫で、組織侵入性を持つため幼虫が、 体内に侵入、移動し組織障害をもたらす、要注意行症を引き起こす。ホタルイカの約2から7%に寄生していると報告されている。人がホタルイカを踊り食いや刺身として生殖することにより線尾線中、要注意行症を発症する。酒の魚として食べる場合が多いため、感染者は中年男性が最も多く、幼児や女性には少ない。 感染部位により腸閉塞型、皮膚破口進型、全眼暴起性型に分類される。急性で重篤な症状は、腸閉塞型が最も多く、皮膚破口進型も特徴の一つである。全眼暴起性型は一例のみ報告がある。そのうち、腸閉塞型は、機械的腸閉塞を引き起こす激症型、麻痺性腸閉塞を引き起こす緩和型が知られている。 腹部症状の基準は、未だ明らかではないが、消化管壁の抗酸急性放火式炎、異物炎、局所アレルギー変化などが複雑に関係し、最終的に腹痛や麻痺成長閉塞、閉塞成長閉塞を引き起こすと考えられる。日本での最初の報告は1974年に、秋田県で2例があり、原因不明のまま15年間発症報告は途絶えて、いたが、 1987年に報告され1994年までに、皮膚派病症や腸閉塞患者の発生報告は50、数例になる。これは、1987年と山湾からの生きたホタルイカの発想が始まったことが、全国的な発症の要因となった。1994年に内臓付き刺し身の危険性が、新聞等で報じられ、加熱。 または冷凍後の出荷が広まったことから1995年以降、全国での発症の報告は激減したが、極秘に、富山、福井、石川などで報告される。全願望内規制が一例報告されている。その診断は、1、ホタルイカの生殖歴、2、イゲと高酸球の増加、3、全尾線中抗体化の測定などによって行われる。一が、 最も重要であるが、疾患の認知度が低く細菌性腸炎やアニサキス症と誤診されている例も少なくないと考えられる。3の線微線中抗体化の測定は唯一の血清学的診断方法であるが、実験室レベルの検査であり、結果が出るまで時間がかかるため有効性は低い。治療は皮膚破壊型では適質が最も良い治療と考えられる。 超閉塞型では、基本的には、保存的療法のみで1から2週間で治癒するが、激症型の場合では、閉塞症状が強く、やむを得ず手術により、腸管の摘出が行われた報告もある。富山県感染症情報センターホタルイカの、生殖による線尾線中感染症線尾線中、ホタルイカから寄生中愛知県衛生研究所。 感染症の話2001年代14周戦微戦中傷。ありがとうございます。